もな。言っとまずね、茂原市民会館ね、茂原駅ね、茂原市役所とかね。知らねえお前は。誰でも知ってるやろ。俺でも知ってるやろ。そんなもん。お前はね、茂原どこ知っとんやお前。茂原警察。お前誰でも知ってるわ。誰でも知ってる。茂原つけただけやないかお前。なんだもん。そうやないか。名前がいや、なんとなく茂原ああいうとこ感じしますよ。お前どこやねん。岡山。岡山。でもなかなか怒りますよ。しょうもない。茂原ってええとこばっかりやで。まあまあ、それは言えますよ。ほんまですよ。しかしね、やっぱり今受験シーズンでね、遠距さんも言うてあったけど、勉強してたね、僕ら学生時代は。僕らも入試でよう勉強したからこれ。だけどね、漫才師ね、関東と関西合わせたら400組やね、漫才師が。大体これぐらいで。その中でちゃんと高校卒業してね、ちゃんと漫才やってるって、うちの相棒ぐらいやからね、ほんまに。いやほんまちゃんと高校生で立派やでほんま。いいんじゃないもう。他の漫才師見てみん、惨めなお前。みんな大学でやから。待てお前は。俺だけ惨めなっとるやないかほんまに。ええやないか。そうやけどね、いいことあれもっとええよ言うてんやほんまに。しかしね、最近のニュースでね、やっぱおもろいのはね、やっぱねお相撲さんめちゃめちゃ人気やね。お相撲国技館でやってましたね。なんでかって横綱が4人おるがな。そりゃそう、すごいですよ。それから大関また決まりましたね。でもね、お相撲さんってやっぱ下積みがあんねん、やっぱいろいろ。どういう下積みがあんねん。一番下があの、序の口言うてね。そうそうそう。それから2段目とか3段目とかね、幕下10両、20両、30両って何で10両の上、なんで20両やお前。10両の上いたら11両、12両お前も変われへん。そうばっかり。十両の歌決まってるやないやねんな。幕の内やない。幕の内であるか。幕内言うねん。あれ幕内言うの。当たり前にお相撲さん捕まえておたく幕の内で書いたらごっちゃんですよ夜は。お前言わんでいいね。お相撲取りアホやから何もでも食いやろ。やかましい。分からなくては分かるけどな、それは。いや、ほんまやったんやけど、それからね、あのね、1頭目とかね、ありますね。それから小結びね、それからお結びとか、あれあれそんなもん、お前飯食べとんじゃねえか。いやいや、いいな話だけど。まあ、そういうお相撲さんありますね。お相撲さんってやっぱり名前がやっぱりようついてるもんやね、ほんとに。どういうついてるわけ。やっぱり高見山って、なんとなく高見山ああいう感じしましたろ、なんか。大きいわね。なんかこう、高見山ああいう感じするの見てみよ、キリンジ。いや、それだよ、お前。ご飯の方々、ブラシんの、ほんまに。なんとなくそんな感じやね、それけど。まあ、そういうあれはね。北の海で、高野花。もう平地ね、それ。いや、そんな名前ですね。名前っておもろいのずっと調べたらね、全部5文字やね、お相撲さん。そうか？高野花とかね。5文字ついてるな。うん、それから北の海とかね、若野花、絶対5文字や。ほんなあの、宇和島はや。うん、会うたことないもん。なるな。いや、行ってね、横綱に。宇和島もない。和島って5文字。なるな。もう一回言うてん。何がね、和島やね、5文字やね。ほんな、あらせは。会うたことないやがましょ、ほんまに。わじまむせわーじーなんでわじまやらせ言ってんやつネタが違うなお前やないかお前は人のせいですなそんなもん謝るのお前なんで俺が謝らない謝ることないけどね、まあ、けどまあ別に、でも広島ってええとこですよ。なんかね、広島の人元気やからね。なんか広島っていつも逆で言ってるけど、岡山だからだけど。それはええねんけど、岡山から悪いよほんまね。岡山チンピラ多いねほんまね。あれないよ、ちょっと金田さんが笑うとらしてね。岡山のヤクザこんなおいぐるねえとにけえでこういう感じ。広島のヤクザかわいいがヤクザでーす。ヤクザ一回連れてこい、ここや、ほんまに。一回見たいわ、そのほんまに。ほんまですわ。それからね、やっぱりね、東京来て思ったら人口がすごく多いからね。まあ、いっぱいですからね。デパート行ってもいっぱいやね、すげえお客さんが。収量がいっぱいでね、これまた。収のザーマス族、上品って何にも可愛いやつ。話し合いやってるよ。あーら、藤井さんのお二人でございませんの。あーら、やっとくんなります。無の口もいございませんな。お前、ほんまもんか。気色悪いわ、そんなもん。あーら、藤井さんのお二人でございませんの。なんでザーマスのよ。私、ハンドバッグ持って、これ、牛革のハンドバッグやるよ。牛革ワニ側よ。ワニ側が何、私なんて隅田川よ。どんな川なのありませんよ。何を汚い着物着てる。何この着物着てる。あそこ狭いわね。あら、そんなことしてもいいですよ。やめて、何をするの。暴力はやめてくださいよ。あ、そっか、お前。誰が暴力振るってんの。何を汚い着物着てる。これ見てちょうだい、いいでしょ。何をする。これ大島ですよ。大島が何、私の着物見てこれ小豆島よ。あれあれ。いいでしょこれ。これコールドクリームですよ。コールドクリームがね、私なんか箱根のアイスクリームよ。あれあれ。どんなクリーム。それだけじゃない。下着でも見てよ、私の下着。その下着何よ。聞いてびっくりしたらダメよ。私のあとシルクよ、シルクのパンツや。シルク？そうよ。シルクは何よ。私のふんどしなんかね。ふんどしなんか葉っぱ。シューがふんどしなんか葉っぱよ。私のパンツなんかね。女の子なんかね、女のふんどしはみたらお前の家庭と一緒やないか。どういう意味ですね。食い込む一方やないか。なおなお前。変われへんやないか、コンビやないか。いやいや、いらんの。そんなパンツがどうしたのよ。シルクよ、私は。私のパンツなんかね。何よ、大島紬よ、本当に。どんなパンツや。何したよ、大島紬のパンツが何よ。何よ。私なんか見てよ、清水焼きよ。あ、おなかよ。カッパカッパやから、それやったお前。どんなパンツ入ってんの。ほっといてよ、それだけじゃないわ。何したよ。私の時計見てよ、これ。主人が買おうきか、2割引きで買っちゃったのよ、これ。これが2割引き。2割引きよ、これ。2割引きぐらい何よ、本当に。何よ。私なんかこれ5割引きよ。5割引きぐらい何、私なんて万引きよ。やばい。空の彼方からやってくる。